どうも高井です。 99.9% の人は同調圧力と空気で余計なものを交わされている。この本に載ってるような話で、人って買いたくないけど買わざるを得ないっていう環境に多数の人がいるんです。で、職場の中でも 99.9% ぐらいの人、それぐらいの人がおそらくそういう目に遭っている。この中の具体例で、みんながブランド品を持っている、部下が全員ブランド品を持っている、ブランドのバッグかもしれないよ。それを見ていると上司としてはメンツが保てないから、上司も安くはないけどほどほどのお手頃のあたりの値段のブランド品を買う。買うことによってメンツが保てる、舐められずに済む。これ買わなかったらどうなるかっていうと、いじめに合うんじゃないのかなとか、舐められんじゃないのかなと思っちゃう。大人の中国でもあるんですよ。反日国家ってイメージで強くないですか。彼らは中国車を、車である中国車を買うことによって俺はちゃんと中国の人間だよっていうことをアピールしている。だけど弱まってきたとはいえ、日本車を買ってしまったとしたらどうなるか、周囲の目が気になるわけですよ。俺批判される立場になってないから、日本車を買うことによっていじめに遭わないから怖いんですよ。皆さんもないですか。飲み会に誘われたとして、お前は絶対来るよね、絶対来るよねみたいな誘い方をされて、飲み会へ行かざるを得ないっていう時に、ごめん今日車なんだ、運転しないといけないから酒は飲めないよ、大丈夫ホテル泊まればいいじゃんっていう風にならない。まあそこまで強引な上司とか仲間はいないと思うけど、果たしてあなた自身が余計な出費をせずにこの空気というものを壊していけるのか、厳しいよね。この根本には教育があると思うんですよ。その教育の話については以前私が作ったコンテンツ、 99.9% の人は破壊される、マインドコントロールによる人を思考停止に追い込む方法、そちらで話しているので、ぜひとも自分自身の立場、境遇のことを考えた上でこの本を読むとね、あなた自身の手元の出費がなくなるかもしれないし、あなた自身のお財布が少しは豊かになるかもしれない。ぜひとも考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。